シンガポール国立大学は1905年に設立されたシンガポールの総合大学である。大学評価機関クワクアレリ・シモンズ2022年世界大学ランキングではシンガポール国立大学が世界11位、アジア1位の評価を得ている。シンガポールは英語を母国語とする多文化、多民族国家である。早くからグローバル化に成功した国であり、 特にシンガポールの教育は非常に評価が高く、英語教育のみならずその教育や人材育成の部分で日本が参考にすべき部分は多い。ニュースはそのトップに位置する大学であり、アジアをリードする人材を多く育成し、排出を続けている。名実ともにアジアトップの評価を受ける大学である。また、MBA においても2018年の世界ランキングで7位。 同じくアジアで1位である。シンガポールの南西部、ケントリッジと呼ばれる丘の一帯にある。東南アジア諸国、中国、欧米やアフリカなどを含め、100カ国以上からの留学生を迎え、非常に国際色豊かな大学である。11の学部とスクール、研究所、図書館、学生寮、食堂、病院、プールなどのレクリエーション施設などの建物が、 緑に囲まれた広大な敷地内に集まっている。2005年頃からキャンパスの改編と設備刷新を進め、2008年にはおよそ3万8000平方メートルのブキットティマ校舎に法学部補科公共政策専門課程リークアンユースクール・オブ・パブリック・ポリシーを移設した。一般に卒業生はシンガポール政府など官僚、金融セクター、 その他グローバル企業に就職する場合が多く、ビジネススクールでは統計を公開している。ケントリッチにある本校舎へは、アヤラジャーエキスプレスウェイ9番出口から複数のキャンパスにアクセスできるほか、通学生は地下鉄とバスの公共交通を乗り継ぎ、学内を循環バスか自転車で移動する。大学は運動不足解消と気分転換になるとして、 移動に徒歩を進め、校内の主な校舎を結ぶ屋根付きの歩道の整備を進める一方、教室間の移動に障害のある学生を乗用車で送迎する登録制度を設けている。また、ブキットティーマ校舎とは公共交通機関が利用できる。ファカルティオブサイエンス。ありがとうございます。